こんにちは。今お昼時間で久しぶりにコンビニで食べたいものをパッと買ってきたので食べたいだけ食べます。朝はね、食べなかったんですよ。これをしたかったから。で、順番に紹介していきます。まずドリンクから。はい、ドリンクがドールのアップル 100% アールグレイラテ、優雅なくつろぎで、次メインが、今回ファミマで買ってきました。極うまバターチキンカレー、とろーりたこ焼き、新しい唐揚げマヨネーズ、新作であったファミチキのクワトロチーズが入ってるやつで、デザート編がかりんしゅう、かりんとうのシュークリームと、いちごのフルーツサンドと、これもある。はい、メインがもう一個、エビとブロッコリーのサンドイッチ、サラダサンドで、バタービスケットサンドのいちごです。はい、どうしよう、時間もないのでいただきます。はい、で、カレーと唐揚げとカレーと、カレーとたこ焼きはもう温めたので好きなものからいただきたいと思います。いただきます。次にアールグレイラテいただきます。アールグレイめっちゃ好き。うまっ。じゃあ先にたこ焼きから食べます。とろーりたこ焼き、小麦粉系の中だったたこ焼きが一番好きかも。いただきます。うまっ。おいしい。うまっ。じゃあ次は、多分新しい方なんですけど、ファミチキのフォルマッチーズ、クワトロチーズ。おいしい。合う。最後。では、エビとブロッコリーのサラダサンド食べます。これめっちゃ大好きで、よく会社に出社してた頃、ファミマでこれ買ってた。パンが茶色いのもいいよ。おしゃれ、いただきます。うわぁ、ごにつく。やっぱこれ美味しい。次、カリントウシュー食べます。かわいい。犬？クマ？あ、すごい。匂いがめっちゃ黒糖シュガーの匂いする。いきます。うまっ。うん、おいしい、おいしい。うん、おいしい。バターチキンカレー食べます。これは新発売って書いてある。前からある気もするけど、あ、すごい本格的な匂いが。本当、ランチとかでよく行くさ、インド料理屋さんがさやってるカレー屋さんみたいな匂いがする。カレー大好き。普通の家庭のカレーとかも好きなんだけど、こういうちょっと本格的なよりのカレーも大好き。うまい。
か前食べた気もする。鶏肉もホイップ。あ、次にイチゴのホイップフレイチゴのフルーツサンド食べます。うまっ。このカレーマジで美味しい。また買おう。唐揚げマヨネーズおにぎり食べます。シンプル。美味しい。うまい。バターサンドビスケット食べます。毎回食べたけど美味しかったで、もう一回買いました。うまっ。お疲れ様でした。このカレーは本当美味しかった。スイーツが少し残ってるのでこの後仕事をしてまたおやつに食べます。うわぁ、めっちゃお腹いっぱい。では、ごちそうさまでした。仕事頑張ります。